はい、どうもさん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、4月のペーペーは飲食店20%還元、街角ペーペーは最大10%還元ということで、今回はペーペーのキャンペーン、そしてヤフーショッピングなどのネットショッピングに関することなど含めて大きく3つに分けてお伝えしていこうと思います。いや、今回はですね、嬉しいお知らせと、ちょっと後半ですね、ちょっと悲しいお知らせもあるので、まあ、最後まで楽しんでいっていただければと思います。それでは行ってみましょう ということで、まずはこちらからですね、ソフトバンクのスマホユーザーは日曜日のお買い物がお得、4月12日以降毎週日曜日は、 ペイペイモールで最大20%相当、ヤフーショッピングロハコで最大16%相当が戻ってくるということで、今お伝えしたように、こちらのキャンペーンはソフトバンクユーザー向けのキャンペーンになるんですけども、4月12日から開始となります。で、毎週日曜日にペイペイモールでお買い物をしたら最大で20%、そしてヤフーショッピングの場合だと最大で16%分還元されるというキャンペーンとなっています。ちなみに今回はペイペイモール モールとヤフーショッピング以外にももロハコも対象となりますそしてこのキャンペーンの期間なんですけども2020年の4月の12日から先ほどお伝えしたように毎週日曜日に開催されるとのことでしたので、まあ、ちょっとこう公式ページを見る限りは終了日時の記載がなかったので、まあ、見た感じキャンペーンは長く続きそうかなとは思います で、決済方法としましては、PayPay ペ残ペ高もしくはヤフージャパンカードとなっております。そして、不要上限は1人1日あたり1000円相当までとなってますので、ここはお気をつけください。 あと、このキャンペーンで付与される PayPay ペイペイボーナスに関しましては、注文してから翌週の3週間経過後の木曜日ということでしたので、まあ忘れた頃にふわっと還元されているという感じですかね。ざっくりですが、以上がソフトバンクユーザー日曜日に PayPay ペイペイモール、そしてヤフーショッピングでお得なキャンペーンについてお伝えしました。それでは次2つ目のキャンペーンですね。じゃんということで、なんと今度はですねペ、PayPay イペイが4月から大型のキャンペーンまた開始します。 で、こちらのキャンペーンなんですけども、2020年の4月の1日から4月の30日までの4月いっぱい開催されるキャンペーンとなっております。そして気になる対象店舗なんですけども、これはですね、決まり次第またサイト、専用サイトにてお知らせをするということでしたので、まだ、あ、これはちょっと気長に待とうかなと思います。で、ここからこのキャンペーンの還元率なんですけども、こんな感じですね。まず上から順に見ていこうと思うんですけども、PayPay 残高でまず支払う場合 なんですけども通常の PayPay ユーザーの場合は20%還元がされますそしてヤフープレミアム会員あとはここに出てないんですけどもソフトバンクワイモバイルユーザーの方であれば25%分が還元されますいやこれいいですよねとりあえず誰でも20%は最低でも還元されるっていうのは結構いいんじゃないかなと思いますそしてここのヤフーカードその他のクレジットカードは対象外ということでちなみにですねここいつも僕言い間違えてるんですけどもヤフーカードを使って ペイペイ残高にチャージをしたらキャンペーンの対象となりますけどヤフーカードでチャージをしてもヤフーカードの t ポイントは付与されませんのでこれはお気をつけくださいちなみにソフトバンク Y モバイルユーザーの方ならソフトバンクまとめて支払いなどでヤフーカードを設定した場合は t ポイントの付与対象となるのでこれもぜひチェックしてみてくださいそして付与上限なんですけども1回の決済で最大2000円相当までそして期間中は3000円までとなっておりますなのでもしですね通常のペイペイユーザーの方であれば 20%還元の場合は下にも出てる通りまず一度に1万円分で決済したら1回の2000円の上限に到達するということとあとは期間中トータルで1万5000円分決済したら上限の3000円に到達するということになります。 そしてヤフープレミアム会員あとはソフトバンクマイ m y イルユーザーの方の場合はこちら25%還元ということになるので例えば一度に8000円で決済したら1回に2000円相当これが到達するということそして期間中12000円分決済をしたら上限の3000円分に到達するということになります まあ僕の場合は一人暮らしなのでもしかしたら上限にこれ到達しない可能性が高そうですね。ちなみに僕はソフトバンクユーザーなのでまあこの25%の恩恵を受けることはまあできるっちゃできますけどもまあちょっと到達は僕的には難しいかなとは思います。なのでまあこれは本当ご家族とかでお出かけするときにこのキャンペーンですね対象店舗があれば結構有効活用できるんじゃないかなっていう風な印象です。以上がこの飲食店で20%還元のキャンペーンについてでした。またまあ対象のお店が出れば はまあ、公式ページ、ぜひチェックしてみてください。それでは最後、3つ目のキャンペーンについてですね。 じゃん、ということで、なんと、あの街角 p ドペイペ y の第3弾をするという発表がありました。これ嬉しいですよね。しかも、この街角 p ドペイペ y なんですけども、期間は4月の1日から4月の30日までの4月いっぱいのキャンペーンとなっております。次に、このキャンペーンの還元率なんですけども、ご覧の通り合計で10%還元となっております。まあ、例のごとくですね。このキャンペーンに関しましては、キャッシュレス消費者還元事業の5% 2%のお店が対象となりますのでこれはそれ以外の2%のお店などは対象ではないのでこれはお気を付けくださいなので5%のこの赤いポスターとかがあればそれが目印となりますね そしてこの5%の付与、ペーペーからの最大5%付与ということなんですけども、内訳としてはまあ下に出てる通りですね、内訳というよりから細かい部分なんですけども、1回あたりの付与上限に関しましては250円相当、そして1ヶ月の付与上限に関しましては2500円相当までとなっております。以上がこの街角 p a ペーペ y 第3弾についてでした。 以上がですね、キャンペーンについてなんですけども、次の問題はここからなんですよね。まあちょっとサムネにもちょっとタイトルとサムネというよりかは、まあそこら辺でもちょっと匂わせた部分はあるんですけども、なんとですね、PayPay ペイペイがなんと4月1日より利用特典の内容の大きく変更があります。まあ今日の動画の大事なところですね、ここは。 ま、早く伝えろよというところを思ったと思うんですけども。まず僕の大好きなあのペイペイチャンス。20回に1回の確率で当たるあのペイペイチャンスがなんとなくなるんですよね。いや、これは地味にショックでございます。ペイペイの一つの楽しみではあったんですけども、ペイペイチャンスが3月の31日で終了となります。これがまず悲しいニュースの一つ目ですね。そして悲しいニュース二つ目はこれちらですね。今もう出てる通りなんですけども、 これまでですね、どんなお店でもまあ利用しても、最低でも1.5%は還元されてたんですが、それがなんと4月の1日より規約の変更となりまして、ペイペイさんとかもしくはヤフーカードで支払った場合のペイペイボーナスがなんと1.5%から0.5%還元に変わります。いや、これもちょっとではないですけども、かなりショックではございます。 けどですね、この通常の還元率を上げる方法というものもありまして、例えば前の月に100円以上で決済回数が50回以上だった場合は、付与率が0.5%アップして、これで通常の得点と合わせたら1%の還元となります。そして前の月に決済金額の合計が10万円以上の場合は、付与率が0.5%分アップして、これで全部、先ほどお伝えしたものと通常得点も合わせて全部でこれで最大で1.5% 還元とななります、うん、なんだかとあるスマホ決済の、うん、カラーにすごく似ていますよね <laughs>。 <laughs> まあ本当、まあぶっちゃけここまでして還元率を上げて、この PayPay ペイペイを使いたいかって考えると、ちょっと難しいなというふうには個人的に思います。以上が悲しいニュースでした。今回お伝えしたことを簡単にまとめていきましょう。まず4月の12日から毎週日曜日にソフトバンクユーザーに限るんですけども、PayPay ペイペイモールで最大で20%、そして Yahoo ショッピングにて最大で16%が戻ってくるというキャンペーンが始まります。 次に4月の1日類対象の飲食店でペイペイで決済したら20%もしくは25%還元されるキャンペーンというのが始まります。こちらに関してはまだ対象の飲食店が発表されてないので発表を待ちましょう。そしてマチ角 p a ペイ a ペイ第3弾。こちらは4月の1日から4月の30日まで最大で10%分が戻ってくるキャンペーンというのが開催されます。最後に先ほどもお伝えしましたが4月の1日よりペイペイの利用特典が大幅に変更になるということでまずはペイペイチャンスがなくなり あるということそして通常の利用特典に関しましては1.5%還元だったものが0.5%分に変わるということでもし還元率を上げたい場合に関しましては前の月に100円以上の決済を1月に50回でプラス0.5%還元そして前の月に合計10万円以上を利用したらプラス0.5%されてこれで合計で1.5%還元されるということになります以上が今回お伝えしたことについてでしたまあそんなこと 今回は Yahoo ショッピングそして PayPay ペペのキャンペーンについてお伝えさせていただきましたいやーもう正直ですねキャンペーンが開催されるのは個人的にとてもとても本当にワクワクするから嬉しいんですけども通常の還元率が0.5%還元になるのはもう PayPay ペペファンの僕としたらちょっと 寂しいいかなと思います多分まあ、今のこの流れ的には、こういう感じの変更に関しては本当に仕方ないなというふうには思います。もう本当、バラ巻ーキーっていうのはもう去年でかなりやっちゃった部分ではあると思うんですけども、本当、けど冷静に考えていかにこのクレジットカードとかの1%還元とかが本当にずっとやってるかっていうのがすごいなっていうふうには思います。まあ多分ですね、他のペイ関連も今後、このような還元率の 変更などに関しましてはもうこれは全然ありえることなのでまあ、それも先に頭に入れておくのもいいんじゃないかなと思います。ぜひですね今回のまあ、何かしらのこの変更に関することで何か思うことがあればぜひ下のコメント欄に書き込んでいってくださいということで今回お伝えしたキャンペーンのリンクなども下の概要欄に貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました。 ま、今回なんですけども、ちょっとキャッシュレスに関することで身近で起きたことなんですけども、あの、先日ですね、僕、ツイッター、昨日のツイッターでお伝えをしたんですが、つぶやきまして、ま、つぶやいた内容、ちょっとそのまま読み上げたいと思います。会社の自販機にて、現金でジュースを購入後、お釣りが出ないみたいでめっちゃ自販機を叩いてたおじさん。しかも結構強めに、どんどんどんって感じに。 かなり自販機に対して激おこでしたが、僕は隣の自販機で華麗に航空音符かましてきましたということをつぶやきました。いや、ほんとこう、現金で何かしら何かこう、物を買うにしても、まあもちろん時間がかかるのもそうなんですけども、こう変に何かこう、まあトラブル、現金は現金なりのトラブルっていうのはやっぱあり得るんだなっていうふうにはそこは思いましたね。やっぱこう、キャッシュレス決済をする上で何かしらこう、通信系のトラブルであったりとか、まあ <laughs>、 本当そういった関連のトラブルは何かしらあったりするんですけども、メンテナンスとかもそうなんですが、やっぱりこう現金は現金なりの、あ、トラブルって起きるんだなっていう風なのは、すごい身近に感じましたね。まあけどね、ほんとこう自販機を叩くのは本当テレビを叩くのと本当になんかニュアンスが似てたので、まあほんとね、そういったことにこうストレスを抱えず、やっぱある程度ね、こうスマートに決済ができるキャッシュレス決済っていうのはやっぱそこは本当に魅力的だなっていう風には思いました。ということで、 以上でございます。ありがとうございました。